今日は BRZ に乗ってみたいと思うんですけど、乗ってみたいと思うんですけど、年会の、ね、ビッグマイナーチェンジをしたタイプになります。でタイヤはミシュランの、ね、これが、215の4号の17という、まあ、鉄板サイズですね、スバルのね、プライマシーですね、履いてるの。まあね、長いことスバルとミシュランがね、まああまり関係がいいとは言えなくて、相手にしてなかったというね。さすがトヨタと組むと相手にしてくれますよね。昔 250T レガシー 250T で、グリーンタイヤっていうやつをあの純正でね採用したことがあるんですけども、あれ以来ですね。わずかのこういうねスポーツカーはこれがね、大事なんですね。ここで空気を逃がすわけです。逃がして縛りやすくしてハンドワイになりにくいっていう、まあね、ここら辺がやっぱりアライアンスの車は違いますよね。予算がありますね。テールランプもこの時、大きく変わって最終型は本当にあの魅力がねぐっと上がりました。僕は最後のやつはイエローのね、チャールサイトイエローの限定車に乗ってまして、あれ良かったですね。まあ当社のお得意様にお譲りしたので、今も大事に乗っていただいてるんで僕としては満足ですけども、あれはいい車でした。さあじゃあ、ね、外にいると今日暑いですよね。出してみたいと思うんですよ。最初から最後までね、このレッドステッチのこの印を持たせるっていうのはずっと続いてて、シートもね、シートもあの大きな変更は受けてないはずです。いいシートですよ、軽くて、よいしょ。これは6速 AT ですので、よいしょ、ほらしょ、よいしょ、太ったね入らないか分かった、はい、どうぞよいしょ、熱々サウナです。さすがにファンを強くする、ね、スカッと爽やかなものが飲みたいですね、こういうはね、まあ、夜はもちろんビールなんですけど、日中はね、レモンスカッシュとかね、今日飲みたい雰囲気ですね。マイナーチェンジしてこのメーターが入ったから確かね、ラップタイムも分かる、これが面白いんですよ。これ
コースモード。最初からスポーツ。スポーツカーのトラポジって大事なんですよね。こっち向けとくね。風の音だったり、これ十分で調整しないと、やっぱりブレーキのその踏み潮とかですね、そういうことをこの計算して最初にこう取るトラポジってものすごい大事なんですよ。こう一番切っていってここがパッと持てるように。制限の練習してますか、ね、たまには制限の練習をやってくださいね。的確なね、ステアリングの位置を持つようにして、スポーツカーは、ね、乗るようにしてください。あー、暑かった。松田さんに背骨を矯正していただいて本当に助かりました。ありがとうございました。無事ね、美味しい飛騨牛をね、ゲットできたでしょうか。僕は昨日リクトに、豚骨をね、豚足を買ってやるんで、一本でいいですか。一本でいいです。そりゃ一回に二本は多すぎますってね。一本一本っていうとこんだけくらいですね。ここの部分がね。で、よいしょ。それを半分に切って、あ、解凍して半分に切って昨日食べさせましたけど、僕は白もつと、豚の心臓を買ってきて、犬酒場で焼いて食べました。ね、美味しかったです。豚の心臓なんて食べたの初めてですけど、今日切ったから美味しいよって言われて、初めて買ったんですが、よかったですね。で、寝て、夜中にといっても明け方ですけど、足が痛くて、ここなんですけど、今理由が分かるんですけど、要はもうずっとこっちの足ばっかり使ってるので、アクセルコントロールで、さっきも陸東号を運転しながらこっちの足がこうずっと一本の筋ですね。今もだからアクセル踏んだ時にこの筋が痛いんですよね。で、これはこればっかりは疲労でなってるんで、そう簡単には治らないですね。やっぱりそれが何か寝てる時に夢でも見て、無理なことしたんでしょうね。痛くなったのがこうねじれたみたいになったと思うんですよ。あまりにも痛いので、でちょっともう頼むから、ちょっとぐっと伸ばす、縮めるのは体重をかけてもらって押してもらわなきゃいけないので、引くのとこの押すのを、右足やってもらったらですね、今朝の5時ですね、起きる直前ですけど、仰向けになってこの足をぐーって押してもらった時に、お尻の奥の方でゴクって言ったんですよ。ゴクって言う日、そうしたら痛いやつがスーッと取れたので、そういう寝てる間に何かこう無理なことを無意識でね、寝返り打ち損なったりとか何かやったんでしょうね。人間の体はね、やっぱり、なかなか不思議なもんですよね。しっかりメンテして、もうあと2日で8月ですから、今日と明日で、いよいよ8月ですからね、万全を期して、まあ2日間ね、だいたいいつもそうなんですけど、2日間でニュルブルグリンクを800キロ以上ですね。途中で気がついてトリップメーター見ると、大体いつも800キロぐらいを指してますんで、まあ、2日間であそこを1000キロぐらい走る計算になるので、それはそうですよね。もちろん交代するんですけど、横に乗ったりしてもその中を移動する距離が大体800キロから1000キロぐらいの間なんですけど、
その間を元気よくで帰りも元気よく戻ってこないと体づくりをしっかりしようと思ってますけど、さあ今スポーツモード6速 MT、オートマチックの状態でマニュアルにはしなくて走らせます。まあ、スポーツカーはやっぱりその気になってきちっとね、あの気持ちを整えてスタイリングを握りたいですよね。今4段目、5段目、6段目、これは6速の AT ですけれども、このステップトルニックですね、これがいわゆるトルコンを使ってるんですけども、非常に変速速度が速いやつです、ね、2速で打ちました。まあ、これをあの完全なマニュアルにしたっていいんですけども、まあ、そこまでスロードのところではないので、オートマチックと織り交ぜながらですね、気持ちよく走らせたいと思います。何しろスポーツカーが一番いいのはですね、この低い着座姿勢ですよね、こう路面をこう舐めるようにこう見ながら運転できるっていうところだと思うんですけど、いいなあ、ね、
乗り降りはね、ちょっとかがんで入らなきゃいけないし、乗り降りするのはこれはね、ちょっとあの特徴をね覚えなきゃいけないし、いろいろとその制限もありますよ。確かに、人も物も最低限になりますよね。これはそこをうまく作ってやって、タイヤは4本詰めちゃうし、すごいんですけど。どうかした？そうか、ここをね一発で曲がれるっていうのは困るよっていいですよ。見出しも知れませんね。いや、いい車ですね。さあ、下りはもう変速せずに流していきます、まあ、FR でも FF でも四駆でもですね、基本的に走らせ方は同じなので、ただあの摩擦の使い方が少し違うんですね、この車はフロントはもう舵切るだけ、まあ、もちろんブレーキかけて制動はかかるんですけども、駆動するっていうことは仕事をしてないので、フロントの余裕があるんですね。グリップの、ね、摩擦の余裕があるということで、まあ、こういうドライの日のコンダリング性能っていうのはやっぱり FR がすごく気持ちがいいし、限界も高いです。しかもあのチラシなんかをこう丸めてですね、ポーンと叩いて気絶させるんですよ。でそいつをですね、何にするかというと、ハサミでですね、あのお尻の先っちょパッチンと切るんですね。あとパッチンと切られるとアブは目を覚ますんですけど、そこにあの尻紙を小寄り状にしておいたやつを用意して、
プツッと刺すんですね。で刺して表に持っていてピュッと放り投げるとアブがくる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 螺旋を焼きながら空を飛んでいくんですけど、それを孫にやってみせて、あっはっはっはっとかって言った。野生児おじいちゃん野生児やーと思って、ね、真似はしてません、ね、真似はしてませんよ。そんなアブ、生きたアブのお尻をね切って氷を突き刺して空に飛ばすなんてね、そんな遊びは明治の頃の遊びで、僕は昭和の生まれですからね、やってませんけど、ね、誤解のないようにしていただきたいんですけど、何しろそういうことはおじいさん得意でしたよね。アリの巣を殲滅するとかですね、いや機会が持ってあったらまた前話したことあるかもしれません。アリの巣の殲滅作戦なんかすごいです ね、そういうホロコーストみたいなことをね、明治生まれのおじいさんやってましたけど、そんなことちょっとこのアブでね思い出しました。もうこの辺りもう この辺りがもう僕の子供の頃は未開の地でしたね。もう全然町から外れてて道もこんなに良くなかったし、もちろんこのバイパスなかったですから、この辺はあの中村とか手屋野っていうんですけども、この奥なんていうと本当にね、まだこの辺のこう古いねお宅残ってますよね。この左もそうですけども、こういう昔からあるお宅はこの農家さんでね、大きな農家さんで、全然もうあのこの辺なんかめったに来ない場所だったですけど、今やもう今のカオレっていうんですか、カバウエと書いてカオレと読むんですけども、もう全然違う、開けてしまいましたよね。だからああいうふうに川遊びのできる、ね、楽しい場所になったわけですけど、ちょっと喉が渇きましたんでね、冷たいものを買いに行きたいと思いますが、本当にね、この今が今年の夏のピークなんじゃないかなって僕は思ってまして、一日一日夏を満喫したいなと、仕事しながらね満喫したいなと思ってます。今日は日曜日、明日からまた、ね、特に休み前の仕事でお忙しくなる方多いと思いますけども、まあ、ぜひね、お体気をつけられてね、お仕事お励みください。今日はこの BRZ、今更ながらね多くを語るというよりも音を聞いて、ね、走りを楽しんでいただいた方がいいなと思って、ね、お付き合いいただきました。それでは明日もよろしく。今日はこれで終わります。